ち大きくなればね、うん、お菓子作ったりとか料理したりね。かけっこはいいね。お城巡りはダメか。いやー、いつ会えますかね。因为现在是疫情的关系，我们没办法回去日本，所以呢，归仙人没办法看我的孩子。现在已经过了五个月了，但是还没有办法抱小孩。所以呢，我是现在是多多给他准备相聚的机会。然后今天的计划就是跟归仙人一起吃晚餐。关注的感觉，就先准备一下今天的食材哟。我从朋友听到，最近台湾开幕了很有趣的可以买好吃的东西的地方。那么我们出发吧。はい、大家、所以我们来到了2021年4月28日大开幕的大日本全数机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 特烧夜吗？其实当然我知道大日本是什么哦，因为我家附近也有嘛。但是全数机全数机是什么？里面卖的不一样嘛，你知道吗？都不知道。你不是台湾人吗？这个新开幕的嘛。那么我们去看看咯。一开始进来之后呢，马上有面包烹饪区。他们说这全部都是当天做，すごくない？丸路上他们超推荐的是这个菠萝面包，大菠萝，比女儿的头还要大，でかくない？老婆喜欢这个。你们家，你们家卖的最好是哪一个？这边卖的比较好。你有没有特别推荐的？这个，还有这个，还有芝麻，芝麻蟹很多。これで。よ、弁天元所トイレ。嗨大家，首先呢，今天要做的是台式火锅，台湾的火锅。我刚刚问了大润发现实几的嘞，这里是即使几大的大润发，价格是一样，所以呢看起来是像超市，但是价格的话，然后今天要做的是火锅嘛，台湾的火锅放的是什么？这边有火锅的专区，应该买这个就好。四种香菇，一呢？我找到了最方便的东西，这个是买这个就好，而且上面写方便酒。去你去别吃这个云林县，听说是台湾的，好像大部分的蔬菜是全部都是云林来的，对不对？我们要买肉，其实有好多种肉，好意思哦。我们也来哦，聚美花火锅片，扁草汁，扁草是什么？没关系，台湾汁。海鲜港，台湾人的最爱，老婆也爱，你们是爱到改名字的程度，对不对？然后我要买老友，一定要这样做，里面一点，不然的话被老婆骂。我有学到了，我们家的火锅好豪华，台湾的菜，台湾的汁，台湾的油，安全蛋，哎多，すごくない？空腹过来的鱼。花枝吧，想吃看看。来台湾的大家，请问一下喽，花枝、倒丢、胶卷，这里都有，哪里不一样？我也不知道。哪一个好吃？啊，但是我的太太因为怀孕的时候一直都没办法吃麻辣锅，买麻辣的吧。我的じゃないですか。哦，这里面有鸭血跟豆腐。じゃあこれで。スーパー店でしょ。ワンドだスーパー店初めて見たもん。台湾火锅嘛，台湾火锅就是。はい大家，这边有呢红酒区，直接这边购买，然后可以直接开瓶，那边可以直接喝。大润发 party， 晚上不用做火锅了，直接开 party 呀。すごい，好多种类哦。因为内府这边是有旁边有很多公司嘛，午休的时候来这边，很多的餐厅在这边，大家都是早上、午餐、晚餐都来这边吃，位置有350个，一个公司可以过，我们也吃个午餐回去吧。我放手了，五月六号做，有效五月六号，今天做，今天买，谢谢哦，谢谢。我说，我的大家，午餐的时间到了，我要吃的是海鲜意大利面。阿峰在嘞，说真的，超多嘞。这边是大部分都是今天现做嘛，很新鲜。大家，大润发里面吃过饭吗？我有。么？其实买便当什么的也是好，但是我觉得在前面帮你做，热呵呵，有点点有那种安心感，很揪心。很多的卖场都有九十区嘛，但是这样可以坐下来吃的地方，我觉得很少。我觉得很棒。さあ、行くぞ。
太太家这边是星巴克的家乡咖啡体验馆。我们是体验馆，是卖胶囊跟胶囊纸的，也有咖啡豆跟即溶咖啡。对，全台第一家，对不对？全台第一家。然后我们这个体验馆呢，希望有想要体验胶囊的人来体验，看看我们的胶囊是什么味道。基本上材质、选材、质量都跟星巴克现场喝的都是一样。那我现在帮你泡一杯。你们没有来过的话不知道，真的会心动哦，是不是？真的。好的，好的。等一下，这里有好多限时哦，便当啊，或者是寿司也有，还在便家店也有。有球。嗨大家，我们回到家里来。首先是准备一下，怎么样的拍的话有那种团聚的感觉，就是电脑放在这边，然后我们坐在那边这样子，高度刚刚好呢。然后这个就是大润发买过来的火锅的菜，哟，可以秀火火锅用的很多蔬菜，火锅用的香菇，菜来是我最喜欢的水莲蛋。扁炒猪的猪肉，这个好新鲜哦，而且是很大便。火锅用的牛肉、鲑鱼、鲷鱼，丰富的花枝丸。最后一个很重要，火锅的锅底，这个番茄猪脚可以完成了。得得得，大部分都是放进去就可以了，我不需要切什么嘛。所以呢，今天的火锅准备的人是谁？基本上是大润发的人准备。ありがとうございます。所以大家在家里做火锅的时候，不用想什么，去一下大润发，然后就挑选喜欢的、喜欢的、喜欢的，带回去就是火锅了。因为他们已经准备好很多菜，不用一个一个买，切好。すみません。懒惰。切好，而且是很多种类放在一起，这个非常贴心的。那我们做一下我们家的火锅肉。何姐姐，我们今天吃火锅肉。耶！嗨，大家，那么我们开始做火锅肉。因为这一次是很多量，所以呢一批一批的做，就是呢直接放进去、放进去、放进去，放不下的，等一下吃，这样带到锅底。哦香哦，好多量。这样的话，鸭血跟豆腐不需要准备。辣油，一秀，蛋带葱，充电中，放进去，放进去就好，放进去。真的很方便，因为是不需要准备什么东西嘛，三十分钟不到，然后就已经就快要完整的状况。我要开火锅店，是的，是味道，是味道一些啊！放下去，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 放进去，放下去。家里开这样子，超到底的台湾的麻辣锅，幸福的那个，豪华。还有我们做好了麻辣火锅。何姐姐，等一下那个爷爷一起打电话的，要不要？爹，何姐也是差不多要吃饭噶啦。哟，我来了。喂，久しぶり。久しぶり。ではということで、ただいまこちらは準備ができました。火锅でございます。いただきます。これ食べられないの？そうやね。よせしょっと。大きくなったね。大きくなったね。無事、みかん、見て。そう、今ね、ちょうど目線のところに置いてるから。やっほー。キューピリーン。どうでしょう？誰だ？ちょっとわかんのか？まだわかんないかもね。不思議な顔してるよ。誰だ？もう少し経つと人見知りというか出てくる。これ辛いものだからちょっと食べる前にいろいろちょっと話そう。では、まあ、ご飯食べる前にサシ君に質問です。シャンヤウェンゴイシェンレンワンユーガンプーチーダジーカウェンディ。二つ目、孫と会ったらどこへ行きたいですか？台湾で会ったら日本でも OK。 歩けなければまだね、セブンでいいんじゃない？セブン。あのうちの近くの遊園地今ねリニューアルしてる。本当に？すげえな。あ、リニューアルして大きく、なんか
綺麗にしようとしてる。ゴジラだ。ゴジラなんだ。60年代の街並みとか。その2、孫と一緒に何食べたい？食べたいし食べさせたい。いちごパフェ。いちごパフェデートだな。いちごパフェ食べたい食べたい。目が真剣だな、おい。目が真剣です。じゃあ質問です。孫と一緒に旅行に行くなら最初は何県？近所ね。近所。何が楽しいと思うか。じゃあスカイツリーにしようか。スカイツリー。ああまあね、初めはそこだよね。だねだねだね。まあこの子が好きかどうかはわからない。好きにさせるしかない。おじさん好き。飽きてない。見てるんだけどなんだろうって。ちょっとつまんねえなみたいな、うん、足が。じゃあ孫と会うなら何月？何月？日本だよね。あ、日本です。今年の後にで来年だったら冬が最初だよ。そうだね。雪のとこだね。場所はどこでもいいけど、山形の蔵王とか。すげえとこ行くな。ああ、初めての雪が山形の豪雪地帯っていう。温泉もあるし。そうね。あ、温泉もいいね。じゃあ孫にプレゼントを買うなら何？熊のぬいぐるみ。熊のぬいぐるみ。まあそのぐらいから抱いてれば好きになるだろうけどね。よいしょ。眠い。ちょっと眠い。眠いか。おーい。よーよー。孫と一緒に何したい？女の子だからね。そうなんです。女の子です。レディーだぜ。一緒にかけっこ。かけっこ。走らせるの？いや、俺が走れるからもう。どっちの問題かだよね。大きくなればね、うん、お菓子作ったりとか、うん、料理したりね。かけっこはいいね。お城巡りはダメか。お城巡りしたいわ。城を巡らせる。神社仏閣とかね。熊本城見て。じゃあもう一つ、孫に教えたい日本のことといえば。日本に来て一緒に歩いて街並みでアーダコーダー話ができれば一番いいかな。あとりあえずまず散歩して。散歩するのはどこですかね。東村山か。志村けんの銅像も多分立つらしいから、駅前にね。じゃあ孫にされたら嬉しいこと。孫と一緒に話ができたら、うん、それはそれで嬉しいと思う。おお、話がしたい。だから一応日本語も覚えさせておいて。そうね、日本語覚えて。実際日本語を覚えないとコミュニケーションができないから。俺も話がしたいわ。最初に喋るのは何だろうね。何だろうね。さあ問題です。今彼女は何キロでしょうか。9キロ。ブー。 8.4 キロでございます。9キロ近いじゃんかよ。そうね、まあね、日に日に重くなる。もう見た感じで大体わかる気がするけど、うん、そう、いろんな人にいやーよく育ってますねって言われてる。足長いかな。そう、足長いのよ。全体的にね、大きい。身長も体重も100人ぐらいのその平均みたいなのあって、80人、90人勝ってるというね。ちょっと待って、ご飯あげて。ちょっと待って。戻ってまいりました。しかしね、全然落ち着きませんな、状況が。え、そっち？こっちは前日かな、なんか6人とか3人とかなったみたいな。で、抑え込もうみたいなことはやってるんだけどね。東京とか関西地方とか人数ニュースでされてるけど、うんうん、多摩地区、東村山、全然大丈夫だよ。あ、ほんと？まああの人数はね、基本、都内で、都内が大変なんだ。東村山でも歩いてる人はみんなマスクしてるし、うんうん、そんなに密になるとこねえし、うんうん、そうなんだよね。まあだから本当の本来23区も山手線界隈どうしようもないのはうろうろしてるんじゃない、うん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 、23区以外の市に来るとそんな雰囲気はないけど、うんうん、それがさ、こう、いつ落ち着くのかって感じよね。いやー、いつ会えますかねーって。まあ来年だろうね。来年になってから、うん、行き来ができるかどうかね。こいしょ。 YouTube とか見てると、うん、プッチーとか言ってなんだっけ。そう、プッチーって書いてあるね。まあ、プクプクしたお餅っていうね。プッチー
じゃあ、またね。じゃあ、おやすみ。おやすみ。おめん、かん、あこん、じゃあ、わんら。いやー。もう一応、うかゆえろ。うかゆえめまわじめ。またすじょうね。这样子。一起、すしゅんやは、すしゅん、然后聊聊天室、全般。如果ね、大家也是、在日本那边有朋友、或者其他国家有朋友的话、一起这样子、すしゅん、吃饭、聊聊天。真的很棒哦。喜欢的话、请大家、按赞、分享。大家下一个片见咯。拜拜。